橋本さん、先ほどは失礼しました。いえ、申し訳ないけど、さっきの見てました。ショーの先生に逃げられちゃいましたね。ええ、少し話したいだけなんですけど。うん、でも本当にお忙しい人ですから、一日中研究研究で、帰宅は3日に1回なのに、毎朝欠かさず入院棟の患者さんたちを回診してて、本当に頭が下がります。朝の回診っていうのは。ええ、ショーの先生の日課で毎朝入院棟を見回るんです。もう何年も続けているそうで。ああ、確か3年前もそうでした。そういう熱心さがすごい新薬を生むんですよね、きっと。すみません、私もそろそろ行かないと。どうぞ。失礼します。ショーノの研究室はセキュリティ的に入り込みづらい。ゴールドのカードキーっていうのがいる。ただ付属病院の方はそうでもないはずだ。時間も明日の回診までたっぷりある。じゃあその朝の回診でショーノを待ち伏せるってこと？ああ、それには夜のうちに忍び込んどけばいい。なるほどね。ならどっから侵入する？案内板を見て考えよう。危な。うん？なんだあれ。危な。うん？なんだあれ。うわ、危な。センター長室、木戸の部屋だ。今は用がないな。うわ、センターの付属病院、確かこの4階フロアに枠老人の病室があった。うん？開発研究棟、ショーノの研究室がある。ただ気楽に入り込めるセキュリティじゃない。じゃあ関係者からカードキー奪う？ゴールドのやつ乱暴だな。相手は善良な研究員だぞ。やっぱり病院から入り込んで朝ショーノを待つ。うわ、付属病院の地下駐車場、搬入口だ。出入りの業者なんかが車を止める。忍び込むならここだな。危な。このゲート、付属病院に続いてるな。ただここを通るにはやっぱりカードキーが必要になる。地下駐車場から病院に忍び込むわけね。ああ、まずは侵入口の下調べからだ。一旦外に出よう。何か？八神探偵事務所さん。そうだけど。警備担当の益子と申します。事務次官よりしっかりお見送りするよう言いつかりました。一ノ瀬さんが？ねえ、見て分かんなかった？今帰るとこだったじゃん。恐れ入りますが、やはりお送りさせていただきます。見送りだけにしては頭数が多いな。ねえ、どこに連れてっき？いい加減答えなよ。この辺でいいか。益子さんだっけ？一ノ瀬は俺らをどうしろって？もう二度とここへ来る気が起きないようにしろと。何それ。ここの守衛はそんなの持ってていいのか？ダメに決まってんだろう。
趣味だよ趣味。仕事には使え。今は仕事じゃないってことか。ねえ、ただのお遊びだよ。だからたっぷり楽しませてもらおうか、探偵さんよ。振らなくていいよ。連中のおかげでかえって簡単に潜入できたね。ああ結果的にはな、事務次官のおかげだ。どう、ここは3年前と変わりない？ああ同じだな。入らないの？中入ったらもうタバコ吸えないだろう。あとは大丈夫だ。ここで夜明けを待つ。ふん。八神さん、ショーノのことはどう攻めるつもり？手持ちの情報を全部ぶつけるだけだよ。あとは向こうの出方次第。駆け引きはなし？ああ、時間さえあればじっくりやりたいけどな。でも多分綾部の裁判まで生野と話せるチャンスはこれっきりだ。かもね。だったら駆け引きや出し惜しみしてる場合じゃない。そっか。じゃあさ、僕も生野のことでちょっと考えたことがあるんだけど。ん？なんだよ急に。3年前の創薬センターの事件、あの時生野は大久保に濡れ衣を着せたってことだったよね。ああ。でも八神さんの弁護で大久保は無罪になった。だったらその後警察は別の真犯人を探さなかったの？もちろん探したとは思う。けどあれからすぐ大久保君が次の事件を起こしたろ。だから
多分その後は大して操作してないだろうな。翔野先生、何か？どうやってここに？あんたにどうしても聞きたいことがあってね。私に言えることなんてありませんよ。君たち、悪いけど今日は任せるから。私はこれで。お時間は取らせませんよ。失礼。あなた方はここにいてください。守衛を呼んで。翔野！行くよ、八神さん。今ここで翔野を抑えなきゃ。んじゃねえぞ。もしもし、翔野です。3分、もっと早く来てください。動かしてるのはあんただな。はあ、私が何ですって？モグラの窓口は松金組の羽村だ。あいつらの仕事には満足できたか？言いがかりはよしてください。何を根拠にあなた方は今のはまずいな、翔野さん。は
あんたは日々新薬の研究に忙しいはずだろ。そんな人がカムロ町の隠語を知ってちゃおかしい。あんたはまずモグラが何かを俺に聞かなきゃ。モグラって何ですか？よくできました。カムロ町で人の目をえぐる連続殺人鬼、それがモグラだよ。何をしてるんだ君たちは。どうも、ちょうど今帰るとこですよ。アドデック9、まだうまくいってないみたいですね。人体実験はまだこの先も必要なんですか？大丈夫、庄野さんは何も白状してません。でも全部暴き出してやるよ。俺にはその権利があるはずだ。